こんにちは。ししないを勉強しましょう。まずは形です。動詞移行形、用としない。意味は、動詞する様子がないという意味です。例えば、うちの息子は全然勉強しようとしないんですよ。はい。誰が言ってますか会話です。山本ささんんの娘さんは、 勉強していますかはいいいですね。うちの息子は全然勉強しようとしないんですよ。はい。うちの息子は全然勉強しようとしないんですよ。皆さん、意向形覚えてますか例えば、勉強しよう、行こう、食べよう、話そう。まあ、ましょうですね。 はい、意味は「ましょう」です。だから「勉強しよう」としないです。だから「勉強しません」。はい。「頑張ろう」じゃありません。じゃあ次。あの若い人はお年寄りがいるのに席を譲ろうとしない。席を譲ります。あげます。はい。それをしません。 ですね、次「あの親は子供が騒いでいるのに注意しようとしない」はいお母さんですね注意しませんポイントは動詞意向形、用としない。この動詞移行形皆さんもう一回復習してくださいそれでは問題です「昔私は彼女に嘘をついたから」 彼女は私の言っていることを信じようとしないこれは○ですか×罰ですかはい正解は○です信じようとしないは信じていないということですねはい次息子は元気がなくて心配です じゃあ、ここは何でしょう。はい、正解は二番です。息子は元気がなくて、何も話そうとしないので心配です。はい、何も話そうとしない。セットですね。はい、皆さんどうでしたか。ようとしない。 動詞は移行形です。皆さんしっかり覚えてください。